こんばんは。ワインセラーにワインが入らなくなってメルカリに出店したんですけど、2週間で8万円も売れた下町のワインマッチョ、ディスイズの略紙です。値付けもね、かける 1.5 ぐらいで出したんですけど、めちゃくちゃ売れて、まあ、高いのも安いのも売れたんですけど、もう基本的に5000以上しか出せなかったんですけど、倍価で売れましたね。っていうぐらいにシャンパーニュとかクソ高くなっても3倍だし、と2倍ぐらいってなっても全然おかしくない価格になっちゃってまして、年末も少しはいいワインご紹介していきますんで、よろしくお願いします。今日はこちらです。カラクテールユニークブラン2019になります。なんなのそれって感じだと思うんですけど、このワインね、産地がですね、フランスのワインほどみたいなサンシニアン AOC ってなりまして、サンシニアンって僕もうこの業界13、4年いるんですけど、一回も飲んだことないと思います。多分もしくはずらーって飲んでて全然記憶に残らないぐらいっていうぐらい、日本に輸入されてる数って本当に少ないと思うんで、もしこのサンシニアン、この方が美味しいとか知ってる人がいればコメントでいただければなと思うんですけど、っていうぐらい初めてボトル1本今日飲むんですけど、先日あの試飲会でずらーっと飲んでる中で、あ、これうまっと思ったのがこのワインなんですよ。サンシニアンって南フランスなんですよ。ラングドック・ルーションの地区になりまして、ここ有名だなっていう産地ってミネルボアってあるんですよ。あのアンヌ・グロー・ジャンポール・トーさんがワイナリーとか畑を持ってるエリアになって、南フランスとは比較的ラングドックの中でもちょっとさらにエリアを絞られたミネルボアの隣にサンシニアっていうのがあるみたいです。で、比較的南フランスなんでブドウも非常に似通ってまして、あのコートリロールとかでもね作られるグルナッシュブランとベルメンティーノ、これね、ベルメンティーノも南仏でね作られるブドウだったりとか、ロールって言われたりとか、イタリアでも作られてるブドウですね。で、あともう一つがマルサンヌで、マルサンヌとベルメンティーノをですねフレンチオークで熟成させて、グルナッシュブランはステンレスタンクで熟成させてるみたいです。で、フレンチオークでは6ヶ月熟成っていう形で、まあこのテクニックはとりあえず置いといていいんですけど、パッてねこれ飲んだ瞬間に、あ、すごい芳醇で、あのボディがあって飲み応えがある。で、南フランスのブドウの特徴って結構やっぱしっかりボディがついた味わいで、酸ももちろんあるんだけどしっかりボディがある。これもねアルコール度数 14% あるんですよ。塩で14って超高い方なんで、アルコール度数が高いってことは粘性も強くて味わいもしっかりして、辛口なんだけど甘さを感じるようなボディのニュアンスが出てくるんですけど、そこら辺の足腰の部分っていうのが非常に強いんで、酸がね非常に穏やかに感じるっていうのが特徴で、あとはちょっとオイリーのような香りが出るっていうね特徴もあるんですけど、僕結構ねあのコートディロールの白とかシャトーヌフドパプの白とかすごい好きで、特にシャトーヌフドパプの白って生産量めっちゃ少ないんですけど実は認められてて、果物で言うんだったらもう極上の青リンゴみたいな、結構蜜感っていうの、蜂蜜感っていうのがあってね、すごい、ね、好きな産地味わいなんですけど、でこのねような味わいってすごいね和風だし昆布だし合わせだしとかね、鰹節とかのねおでんのつゆとか、そういう私にねすごい合いやすいんですよ。だからすごいねおすすめしてて、で特にねラーメン、豚骨ラーメンとかにもすごい合わせやすい、日本のね食卓にも非常にね相性がいいワインなんですけども、ラングドックでシャルドネとかポールマッサンとか有名で評価されてますけど、評価されすぎててね、僕ももうこの業界ってシャルドネ、ラングドック、シャブリより安い1000円、よくできてる、うまいっていうのは好きなんですけど、もうなんかいいよねっていうぐらい飲んできてるんで、こういうねサンシニアンとかね聞いたことないような産地の方が、こんだけね14、5年ワインの見続けてるとね、そんな感じになっちゃうんですよ。でも飲んだことない人でもこれうまいなって思うような、すごい、しかもお値段もすごい安いっていう感じなんで、普通のマーケットでもインターネットでも1000円台前半で買えるはずなので、色合いもねしっかり色乗ってるでしょ。アルコール度数 14% ですけど、
香りもね、マジさっき言った通りですよ。ちょっとオイリー感で、リンゴとか青リンゴのすごい種の周りの蜜のような濃厚な甘いニュアンスにほんのり酸を感じれて、パイナップルだったりとか麦わらとかトウモロコシとか、ちょっとねチリのシャルドネとか暑い地方のシャルドネにもこういうニュアンス出てくるんですけど、まあ、いわゆるボディが強い白ワインに出てくるようなしっかりした甘さも感じれる香りが非常にします。すごいね、南仏の特徴出てるんですけど、シャルドネにもね香りが似てて、暑い地域のね、これねちょっとね香りだけでねブラインド当てられないですね。まあこれブレンドされてるっていうのもあるんですけど、あのねめちゃくちゃいいですよ。あのまずはこれね、ぜひ飲み方ね、ブルゴーニュグラスで飲んでほしい。これね、イケアのグラス、あんまいいやつじゃないんですけど、ブルゴーニュグラスって簡単に口に注げられないような構造になってるんですよ。で、こうやって顔を上げないとね、飲めないような感じになってるんですけど、下のこちら側が酸を感じるんですよ。だから、しっかりね、酸も感じるし、これパッと飲んだ時に、やっぱね、さっき言った通り、アルコール感と蜜感、蜜感ってあのメーカーの蜜感じゃないの、あの蜂蜜感が出てきて、そのねパワフルな味わいっていうのに終始ね味わえるんですよ。でゆっくり口に流し込むと酸がねシャープに出てくる感じ。タルジュクって書いてますけど、シンダルはおそらく使ってないと思います。ナッツとかそんなニュアンスじゃなくて、すごい綺麗にブドウの味わいが、本当に完熟されたブドウから取られたようなボディ、厚み、甘さっていうのが感じれて、しっかり酸もある。あの味わいの構成もすごい広いので、めちゃくちゃ飲み応えがある。まさかこんな感じだと思わなかったんで、ちょっと合わないかもしれないですけど、スーパーでこれ買ってきたんで、多分ミネラリーかなと思ったから、塩もこれと合わせようと思ったんですけど、いいえ、ぶり寿司ですよ。ぶり寿司に合わせてみたいと思います。岩塩をつけて、こんなねボディ強いと思わなかったんで、これだけね蜜感あると、クリーム系、クリームシチューでも全然いいんですけど、クリームソースとかカルボナーラとかね、そういうねしっかりしたクリーム系と合わせると間違いないと思うんですけど、おそらくでもこれこう脂が乗ってるような感じのお寿司なんで、これも多分いけんじゃないかなと思うんですけど、塩をつけて、腹わたの方のお肉なんでしっかり脂も乗ってて美味しいです。いけます。あ、全然合わなくない。マリアージュポイントね80後半、88ぐらいです。あ、言い過ぎ、85ぐらいです。ちょっとね90いかないポイントは、若干ね魚の鮮度があんま良くないかも。臭みがちょっと出てきちゃう。白ワインって臭みちょっとアフターに出てきちゃうんですけど、ただ味わいがしっかりしてるから、他の白ワインと比べるとちょっと少ない。だからちょっと80点台なんですけど、ソーヴィニョンブランとかね、もうちょっと爽やかな白ワインだと臭みに負けちゃうから、マリアージュポイント65ぐらいになっちゃう可能性はあります。1000円台前半で買えたらめちゃくちゃいいと思いますよ。ぜひフランスも産地によってね、めちゃくちゃ味わいって全然違うんで、ぜひ飲んでみてもらいたいなと思います。で、あとね、マル秘情報。ガリあるじゃないですか。これ普通に袋の中で入ってたあのガリなんですけど、ガリってね、シャンパンとかで、リザーブ系のワイン、熟成の白にめっちゃ合うんで、ぜひやってみてください。スパークリングワインとかね。これでもめっちゃ合うんですけど、マルヒアージポイント90ぐらいなんですけど、しっかり熟成済んだシャンパンとかだと、もっとね、マルヒアージポイント95レベル。めちゃくちゃ合うんですよ。ガリのアフターと苦味と辛さが、白ワインの熟成と泡感がすごいマッチしてね、ほんとねマリアージュなんですよ。ぜひやってみてください。ガリとシャンパーニュ、ガリはね、できれば手作り、新生姜とかでお酢漬けにするだけでもいいんで、薄く切ってね、ぜひ合いますんでやってみてください。これも最高です。カバー